道の駅、富士で、山田所長さんとお会いすることになりました、まあ、昨日夜ですね、公安キャンプ場行くもんだから新富士あたりで、お会いしませんかって言ってツイッターでメールを送ったんですけれども、まあ、その後来られるのかどうかちょっと分かんなかったんですけども、まあ、たった今ですね、山田所長さんが今芦ノ湖だとこちら来るようです。8月に会ってからですね、9、10、11、12、4ヶ月ぶりですか、お会いすることになります。ちょっと上着1枚脱ぎましたけども、寒くないですね、全然。あと新富士までどのくらいかかるんでしょうか。新富士じゃないわ、道の駅、富士ですね。現在10時48分ですから、11時半頃には着きますかね。あ、富士山正面に見えてますよ。頂上が見えてませんが、うっすらと雪かぶってますね。まだまだこれからですね、富士山の積雪は。あ、富士山の上に雲かかってますよ。あれはなんていう雲なんですか。笠雲っていうんですか。綺麗ですね。なんか富士山痩せたような気がしますね。痩せてないですか、ちょっと。もっと太ってたと思うんですが。笠雲ができるときはどういった気候なんでしょうかね。見てくださいよ、この富士。すごいですよ。はい、所長さんと待ち合わせの道の駅富士でございます。はい、到着でございます。芦ノ湖からここまでどのくらいの距離があるか知らないんですけども、ちょっと橋の方に止めとこうか。あのね、結局このボードは止めたんですよ、超ボルトで。全然ね動かなかったけども、このベルトに負荷がかかりすぎちゃって、全体の切れるともう全部飛んでいっちゃう。危ないもんね。もうだからもうボルト止めた。止めてるし、そのホブ船箱もボルトで止まってるから、これ丈夫でしょ。そう丈夫いいです。じゃあスタートしますか。はい、じゃあどっかで、はい、どっかで何か食べましょう。召し上がれば。はい、私しばらく黙っときますね。あ、そうですか。ナビ通りですよ。これテントも入ってるんですか。あ、テントはホームセンバコに入ってます。あ、ごめん、ね、テントは上に乗ってる、バックの上に乗ってる。この間ね、新しいやつ買ったんですよ、スノーピークのアメニティドームってやつを。今までもう小さなテントだったもんだから。ビデオオンです。俺っちの洋食屋一度寄ってみで、オムライスをいただきました。私はすき焼きですね。所長さんはカレーでしたっけ。カレーのオムライスですね。私ね、ミロブは静岡県だと昔思っていたんですよ。山梨県なんですね。
あ、そうですね。この間ね、前はね、ハーレーを走ってて見たら、全然かき上げないから何かなと思ったらシーソーだったよ。今ね、モンキーがね、シーソーテベルに書いてあるんでね。あ、そうですか。珍しいですね、モンキーでシーソーなんて。ダックル用のね、うん、なかなかそのまま吹いたんでね。うん、はいはい。今山田所長さんに前を走って行ってもらってます。なんかすごい雲が、あ、なんか降りてきましたよね。あのマイクの向きを変えたんですよ、うん、雑音はどうですか。ああ、そうですか。いいですね、おじゃ。以前はね、本当に来るたび来るたび富士山が綺麗だったんですけども、もう今年は全然ダメですね。ああ、いいですよ。私もスピード出さないですから。そうですね。だけど私今ちょうどいいですよ。ネックウォーマー外したぐらいぐる、うん、ちょうどいいです。立って走るのは何かあるんですか。私ね、リターンした時はね、どうだろうね、1時間も走れなかったですね。うん、今はもう2時間ぐらい平気で走りますよ、そのまま。さあ、なんか今日は夜は冷え込みそうですね。日本酒持ってきましたよ、日本酒を。私言いますね、ナビ見てますから。まだ曲がる、左に曲がるのが16キロ後。今年私は3回目だね、ここは、ここ通るのは。夏でももう全然温度が違いますからね。はあ、あります。ああ、冷たくて美味しいですね。本栖湖に行こうと思ったのは、千円札、五千円札の富士山が見たくて行こうと思っただけで。そう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 。ああ、そうですか。いや、静岡でもね、4月ぐらいか、あの田植えが始まるのはそのくらいですかね。田植えを始める前、水を張るじゃないですか。それで逆さ富士見えますよ、静岡だって。見たことあるもんだから。海には富士山映んないですか。あ、6度ですね、ただいまの温度。あ、ここは5度ですね、うん、さっき6度ね、6度って書いてありましたね。まあ5度でしょうね。5、うん、まだこのくらいの寒さだったら序の口ですよ。渥美半島はね、あの寒いんですけど、まあ出雲そうかもわかんないですけど、風があるんですよ、いつも冬になると。だから体感というのはすごい寒いんですよ。あの北海道の方が
渥美半島に来ると北海道よりも寒いって言いますからね。あ、左行ってください。あ、ごめんなさい、言うの遅かった。うん、U ターンですね。はい、話をしてたらね、こういう風になっちゃうからね。あ、そうですね。あ、小人口なんか小さいですね。じゃあお先行きます。おお、もうステップすりましたよ。今は見えるとこですね、下に。どこかな、あ、ここだな。中入んなきゃいけないね。はい、だいぶ一回向かいすぎて感じですかね。ああ、はい、公安、キャンプ場の受付を済ませまして、キャンプ場に向かっております。所長さんがですね、テントを建てるのに、設営するのに、手伝っていただけるようです。私もスノーピークのアメニティドームは初めてだもんですから。あれ、どっから入るんだろう。あれ、行けないですよね。スノーピークを外してもらう感じかな。どっから行くんだ。一番最初のすぐの線じゃないかな。 あった？そういうのは全然分かんなかった。線あった。じゃあ、ね、また U ターンだね。通り過ぎましたね。下降りる道が分かんなかったです。これか。所長さん、どっか止めれない？そこ。あそこ空いてるね。あの車と赤い車の隣が、あそこが空いてるな。あそこに立てるか。まあ、ここちょっと隙間がないです。ここだけど、そこ入れるか。バイク。ここはバイク車いいんですよ。あそこにいるから行けるね。あれオフ車じゃないもんね。ね、でもあれでしょ。そこはだけど前かはあんまり良くないで、バイクは良くないって言ったね。沈んじゃうって。言ってたけど、だけどもうこういうところからあんまり出入りしてるようじゃさ、やっぱり CRF を買わないとダメじゃない。アメリカみたいな不安だよね、やっぱこういうところは。そうだね。CRF ならだってこっから通るでしょ、こっちから。
あの人帰るみたいだね。テントじゃないもんね、タープだけだもん、うん、あれ死んじゃうね、あれじゃね。あ、もう撤収始めてね、うん、5時までだもんね、ここ、うん、確かデイキャンプ聞いてみようかな、なんか片付け始めてるから。こんにちは、帰られるんですか。はいはいはい、もう出ま、いや、まだこれから片付けて、あ、1時間ぐらいかかりますかね。そうですね、横のこの辺に建て始めさせてもらっていいですよ。